今日の日本列島はまさに冬と夏が一緒にやってきたような形となりました。こちらを見てください。低気圧の北側の北海道では冬の寒気が流れ込んで大雪、寒冷前線付近では激しい雷雨に見舞われました。一方、前線の南側には暖かい空気が流れ込んで軒並み25度以上の夏日となり、東京は11年ぶりの記録となりました。北海道は北部を中心に昨日の夜から今日の昼前にかけて雪が降り続きました。この時期としては大雪となり、市街地の旭川でも10センチを超える積雪を観測しました。さらに標高の高い朱鞠内では今朝30センチ近い雪が降り積もりました。明日から明後日にかけてさらに強い寒気が流れ込む見込みで、山間部では吹雪に注意が必要です。一方で日本海側は雨風ともに強まり、秋田県と山形県では一時暴風警報が発表されました。一方、東京銀座は秋空なんですが気温が上がっています。手元の温度計で25度以上、季節外れの夏日です。人が少なめと思いきや皆さん日陰を選んで歩いているんですね。今日は暑いです。暑いですね、汗かいちゃいますね。いや暑いですよ、今抜いたばっかり、もう暑くて。東京は強い日差しと南風の影響で気温が上がりました。午後0時18分に25度に達し、11月としては11年ぶりに夏日を記録しました。その他、東北南部から近畿にかけても夏日が続出しています。名古屋では 25.5 度まで上がり、11月に夏日になるのは実に44年ぶりです。ただこの暑さも今日限りです。明日月曜日から水曜日にかけては冷たい空気に入れ替わり、一気に寒くなりそうです。